バカたれ、でかい声出すなや。坊ちゃんが怖がるじゃろうが。だってさっきおむつ替えたばっかりなのに、もううんこしてるんですよ。元気な証拠じゃ。いいからまた替えたらんかい。おー、ビルビルバー。なんでじゃ。頭がそばにおったら泣き止むもんも泣き止まんでしょうが。それはどういう意味じゃ悪い。ああもううるせえな。邪魔だからどっか行っててくださいよ。踊れ、頭に向かってその口の利き方は何なら修行するで。なんじゃ、少し慣れてきよったじゃないの。こんだけしょっちゅうやらされてたらもう。ああはいはい終わり。よーし、しくしょう、なんで泣くんだよ。すまねえな、ユータ。ほう、やっぱり兄貴んところが一番落ち着くんかの。どうだかな。本当はこいつも母親の腕に抱かれたがっているはずだ。その兄貴、はるかさんのことじゃが。ああ、実は昨夜お前から話を聞いた後、すぐにスナック清美に行ったんだ。清ちゃん、なんて言うとりました。それがあいにく不在でな、会えなかった。なんじゃ、そうだったんですかい。その代わり書き置きがしてあった。なんて書いてあったんです。俺と二人で話したいってことだった。今日の夕方ロープウェイを登った先で待ち合わせだ。そうですか。わしらと同じで、キヨちゃんもこれ以上は隠しきれないと思うとったみたいじゃけえの。何自分はうまくやってたみたいに言ってんすか。頭の場合最初からバレバレだったじゃないですか。バカたれ、そがなことなあわい。現に兄貴だって昨夜までは全然気づいたらせんかったじゃろ。いや、割と最初から分かっていたぜ。お前はすぐに顔に出るからな。腹の中が読めねって意味じゃ、ハルトの方が役者は上だな。そんな、ちょっと待ってつかさいよ兄貴。